姉さん、ルジーナ、ちょっといい？話があるの。とっても大事な話。私、旅に出ようと思うの。王子の仲間として、世界を巡る旅に。もし大怪我なんてしたらもう土を触れなくなるかもしれないんですよ。姉さん、ルジーナ、二人の心配はわかるわ。でもごめんなさい、私もう決めたの。ルジーナ、危険だってわかってるならどうして？それは、世界を巡って、素晴らしい同業者たちと会うためよ。素晴らしい同業者？私たちと同じ鍛冶師ってこと？ええ。ほら、王子がたまに、出先で知り合った職人たちの話をしてくれるじゃない？この世界には、私の知らない技術があり、こだわりを持った鍛冶職人がたくさんいるわ。もちろん私だってこだわりなら負けてない。父さんから受け継いだ技術だってある。でもまだまだ井の中の蛙って気がするの。彼らと知り合い、学び合い、競い合わなきゃ今以上にはなれない。なら自分から出ていかなきゃって思ったの。父さん以上の鍛冶師になるために。なるほど、そういう理由だったんですね。その気持ちはわかりますけど、ルジーナさんはどうですか？わかるよ、わかるけど、やっぱ意味わかんない。そりゃ王子から聞く話は私も気になってたよ。最高の鍛冶師を目指す以上、どんな職人にも負けてられないし。でも危険を冒してまで行くもの、私たちを置いてまで。ですよね。それに私たちにはここで王子のために武器を作るという大切な仕事が。そうね、これは私のわがままってことは承知の上よ。それでも私は。ロジーナさん、もしかしてもっと深い考えがあるんですか？深い考えってわけじゃないわ。私はただ成長したいだけ。王子のためにも。王子のためですか？そう、工房の中じゃ得られない貴重な経験をして、一回り大きくなってもっといい武器を作りたいの。何より王子が目指す平和の手助けをするために。ああ、ロジーナさんは昔から変わりませんね。え、姉さん？頑固で言い出したら聞かなくて。でもそれは強い思いがあるからなんですよね。仕方
方ないですね。どうぞ行ってらっしゃい、ロジーナさん。本当に、本当にいいの、姉さん。はい、留守は私たち二人にお任せしちゃってくださいね、ルジーナさん。頑張って工房を切り盛りしましょうね。そうね、ついに私の本領を発揮する時が来たみたい。この機会にガンガン仕事を覚えて、ロジネーのお株を奪っちゃおうっと。だからそうなるのが嫌なら早めに帰ってきてよね、ルジーナ。頼もしい言葉ね。本当にそうなる日が楽しみだわ。はあ、本気にしてないでしょう。もう失礼しちゃうんだから。というわけよ。お願い、王子。各地の職人に会いたいか。君の気持ちは分かったよ、ロジーナ。でも工房はいいのか。それに俺たちの旅には危険も。その話なら姉さん、ルジーナとよく話し合ったわ。そして決着済みよ。私たちロジネーを応援する。ですので王子、私たちからもどうかお願いします。そうか、レジーナとルジーナの二人も納得済みなんだね。よし、わかった、一緒に行こう、ロジーナ。王子、ありがとう。姉さん、ルジーナもありがとう。あとはよろしくね。私、鍛冶師として一回り、いいえ、何倍も大きくなって帰ってくるから。みんなおはよう。って、あれ、ロジーナは？おや、確かに姿が見えませんね。どうしたんですかね。おかしいな。今日は一緒にこの町の武器屋を見に行くって約束してたんだけど。あのしっかり者のロジーナが時間通りに来ないなんて、ただ事ではありません。おそらく何か起きたかと、様子を見てきます。ロジーナ、いるか、ロジーナ。誰、姉さんって、あれ、エルフィリス。うわ、そうだった、約束してたのに、ごめんなさい。ロジーナ？まさか。おはよう、王子。遅れてごめんなさい。ロジーナ、よかった。何もなかったみたいだね。だとすると、どうして時間に来なかったんですか？ロジーナさん。それは、理由は、寝坊でした。寝坊？珍しいこともあるものですね、しっかり者のロジーナさんが。ああ、私も驚いている。
ロジーナ、昨夜何かあったのか？そうだな、寝つけなかったとか？もしかして心配事でも？違うの、何もないから本当よ。昨夜はぐっすり寝れたし、心配事だって。じゃあどうして寝坊なんて？その、まあ別に珍しいことじゃないというか、むしろいつもこんなもの。え？それはつまりいつも寝坊してるってこと？おやまあ、ロジーナさんが意外な一面があったものですね。確かに工房でテキパキ仕事してる姿しか知らなかったからな。それは仕事中は気を張ってるから、その反動なのかしら。日常生活だと気が抜けちゃって、だから姉さんルジーナに助けてもらってるの。朝起きる時だけじゃなく、いろいろと。そうだったのか、驚いたよ。まさかロジーナにそんな一面があったなんて。なんだかちょっと恥ずかしいわね。と、そんなことより武器や武器や、せっかく来たんだから見に行かないとね。案内してもらえる？ああ、前に来た時に品揃えを見たけど一品ばかりだったよ。それは楽しみね。お、服屋の店先にあるあれは？え、ロジーナ？すごい勢いで服屋に突撃していきましたね。何か目についたのかな？追いかけてみよう。おい、ロジーナ、一体どうしたんだ？ごめんなさい、この服どうしても近くで見たくて。ほら見て、素敵よね。こんなに胸がときめく服見たことないわ。確かに可愛い服だが、またしてもロジーナの意外な一面を見たな。本当ですね、ロジーナさんおしゃれにも興味があったとは。おしゃれ？何言ってるの？これも家事の参考よ。ほら、この仕立ての上質さ、それにボタンに施された細工の細やかさ、どれも高度な職人芸よ。すごく参考になるわ。なるほど、そういうことだったのか。はい、やっぱりロジーナさんはロジーナさんでしたね。お客様、当店の商品をお褒めいただきありがとうございます。品質の良さを理解していただいて私も嬉しいです。こちら裏地にも良い生地を使っておりまして。あ、本当？これも見事だわ。見えないところにも手を抜かない、それが当店のこだわりですので。見えないところにも、なるほど、素晴らしいこだわりね。いい話を聞かせてくれてありがとう。とても勉強になったわ。お礼ってわけじゃないけど、この服全部いただくわね。いい買い物しちゃった。よかったね、ロジーナ、家事の参考になる服が買えて。ええ、高い服飾技術に裏打ちされた最高のデザイン性だったわ。最高のデザイン性？そうね、一言で言えば最高に可愛いってことよ。
ジーナ？だがさっきはおしゃれではなく家事の参考と。そう、家事の参考よ。武骨じゃない可愛い衣装の武器を作るための。なるほどな。あの服の可愛さは可愛さでしっかり刺さっていたということか。ロジーナさん、知れば知るほど難しい人に思えてきました。そうかしら。そんなに難しくないわよ。いい仕事はいい仕事だし、可愛いものは可愛いでしょ。話で聞いてた通り、採掘現場は六家族の独壇場ね。鉱山の民、六家族か。確かにすごい力強さだ。あ？お前ら新入りか？だいぶひ弱そうだな。いえ、私は見学よ。鍛冶師として採掘の様子を勉強しに来たの。鍛冶師？あんたが？え？何がおかしいの？いや何、そのガタイでまともに鍛冶ができるのかと思ってよ。六家の子供の方がまだマシな武器が作れそうだぜ。それは言い過ぎだ。ロジーナは本当に凄腕の鍛冶師なんだ。ロジーナが作る武器のおかげで俺たちは戦えているんだから。王子。おお、そいつは悪かったな。にしても戦いね。で、どんな戦いだ？野犬退治か。ギャー。私だけじゃなく王子までバカに。さすがに黙っていられないわ。ちょっとこれ借りるわね。ん？あ、おい、俺のピッケルで何するつもりだ。決まってるでしょ。こうするのよ。はっ。やっ。はあ、なんだ、驚かせやがって。タッ！うりゃあ！いや、けどこの速さ、そして腰の入りようは。すごいな、さすがロジーナ。六家族にも負けない力強さだ。当然よ。毎日毎日重い土を振ってるんだもの。どうかしら、これでさっきの暴言の数々取り消してくれる？ただのひ弱な乗船じゃないみてえだな。ほら、ピッケルを返しな。見せてやるよ、本物の採掘をな。ええ、そうこなくっちゃ。投石で見させてもらうわ。え、何？もしかして地盤の危ないところでも掘っちゃった？おいおい、俺がそんなヘマするか。こいつは自信だ。やべえ、思った以上にでかいぞ。出口へ急げ。あ、天井が。ロジーナ、大丈夫か？王子、
二人ともなんとか。怪我こそしなかったが、こいつはちとやばいぜ。ええ、完全に閉じ込められちゃったわね。ダメだ、道具がないとこっちからじゃどうにも。二人とも待っててくれ、今助けを呼んでくる。お願い王子。頼むぜ、早く助けを呼んできてくれよ。俺たちがくたばる前に。声の反響からするとここは狭そうだ。ぼやぼやしてると窒息だぜ。くそ、俺としたことが。もっと早く地震のデカさに気づけてれば。落ち着いて、過ぎたことを後悔するより先のことを考えましょう。はあ、先のこと考えてるからこんなに慌ててんだろうが。お前こそ状況分かってるのか。なんでそんなに落ち着いてんだ。仕事上の経験からかしらね。慌てて動いてもいいことはないわ。仕事？火事の経験か。ええ、私は採掘のことはよくわからない。でも冷静さを失った人のことはわかるわ。火事工房でも熱した鋼で火傷しそうになったり。わあ！仕上げのマナ注入の際、マナが暴発しそうになることはたまにあるしね。もちろん私だって焦らないわけじゃない。だから大変な時ほど自分に言い聞かせるの。まずは私が落ち着けって。おお、あんたすげえ肝っ玉だな。腕っぷしにも驚かされたが、改めてお詫びさせてくれ。いろいろと暴言吐いて悪かった。別にいいわ。さて、落ち着いたところで、あなたの力を貸して。俺の力？そう、採掘のプロであるあなたの力を。崩落の時どうするか、あなたなら的確な判断ができるでしょ。おお、任せろ。まず気をつけるのは二次災害だ。下手に動いて完全に崩落させたら、助かる者も助からねえからな。よし、これ以上崩れることはねえな。あとはこのまま助けを待つか、それともってとこだが。思った通り、この岩なら動かせる。鍛冶屋の嬢ちゃん、力を貸してくれ。ええ、もちろん。さすが採掘のプロね。おう、採掘は俺の全てだからな。俺の力を一番活かせる天職よ。さーて、崩れる心配がないと分かれば、あとは力技だ。どうだ、勝負しねえか。どっちがたくさん岩を片付けられるか。いいわ、望むところよ。よっしゃ、手加減なしで行くぜ。そらよ、私だって。よいしょ。二人とも無事か？王子、よかった、助かったわ。これで勝負は終わりか。さて、勝ったのは。もうどっちでもいいじゃない、助かったんだから。
いや、よくね。あれ、二人ともどうしたんだ。前よりずいぶん打ち解けたような。何、分かっただけさ。このジョーシャンは心の底から信じられるやつだってな。ええ、お互いにね。天職に命をかけるプロに悪い人はいないわ。え、ちょっと待って。王子、この鍛冶屋に並んでる武器。ん、この店の武器がどうかしたのか。あれ、この形は。なんだろう、これアルベリアの武器じゃない。そうね、とっても珍しい形状。しかも質もすごくいいわ。それは東方にあるタオという国の武器です。へえ、そうなのね。この店の武器はあなたが作ったの。はい、私の家系は東方の鍛冶を代々受け継いでいまして。ですがこうも売れなくては店は私の代で終わりかもしれません。え、売れないってこの武器が。そんな、信じられないわ。これほどの技物なのに。一体どういうことなの。詳しく話を聞かせて。実はこの町に新しくできた武器屋に値段で勝てず、その店の武器はとにかく安くて、それで。なるほど、安さが売りの武器に押されてるのね。でもいい武器が誇りをかぶってるなんて、同じ鍛冶師として認めたくないわ。ですが値下げはもう限界で。何かいい手はないものでしょうか。そうね、この店の武器の売りは品質。それを強くアピールするには。そうだ、思いついたわ。手っ取り早くこの武器の価値を認めさせる方法を。私に任せて。この店の武器を必ずお客に届けてみせるわ。本当ですか。ありがとうございます。さすがロジーナだ。それでいい方法っていうのは。簡単よ。待っててもお客が来ないならこっちから行きましょう。結構人がいますね。本当にやるんですか。もちろんよ。この大通りであなたの鍛冶をみんなに披露して。あなたの腕の良さを直に見れば、値段が高くても買いたいってお客は絶対にいるはずよ。それはそうかもしれませんが、そのこんな場所で鍛冶なんて。焚き火くらいしか起こせないですし、何より私人前に出るのは苦手なんです。人見知りなの。でもここはなんとか頑張らないと。あくまで私は店を立て直すための力を貸すだけ。お客の信頼はあなた自身の腕で勝ち取らないと意味がないわ。お客の信頼は私自身で。頑張れ、俺も応援するよ。わかりました。私
頑張ります。やっぱり焚き火くらいじゃ火力が。ロジーナさん、これではいくら頑張っても。大丈夫よ、そのために私がいるんだから。え、どういうことです？二人で鉄を打つってことですか？違うわ、何人で打とうがこんな火力じゃ火事は無理よ。でも私のいるところには常に炎がある。炎よ、燃え盛れ。なんと、この熱は。ロジーナは火の温度を自由に操ることができるんだ。彼女のお父さん、偉大な鍛冶師だったリッチさんから受け継いだ唯一無二の能力だよ。これなら鍛冶ができるでしょ。さあ。はい、それでは改めてせいや。何の音だ？何？火事だと？珍しいな、こんなとこで火事なんて。人がたくさん集まって。手を止めちゃダメ。落ち着いて、いつも通りの火事を。大丈夫、自信を持って。あなたは素晴らしい火事師よ。わかりました。ねえ。おお、この鍛冶師なかなかの腕だ。ああ、あっという間に刃の形に。すげえ手際だな。これで完成です。お疲れ様。仕上げにあなたの武器の魅力をお客にアピールして。はい、やってます。あ、大丈夫かい？すみません、ちょっと力が抜けてしまって。気力を使い切っちゃったようね。なら工場は私が。集まってくれたみんな、彼の鍛冶見てもらえたかしら。全身全霊で作り上げた武器、そこには彼の思いが宿っているの。どんな思いが込められてるかわかる？この武器は必殺を願って撃たれた一振りではないわ。使い手が無事に帰ってこられるように、何よりそれを願って撃たれた一本よ。え、どうして私の信念を。確かな作りに込められた不当の願い、これほどの武器は簡単には手に入らないわ。どう、みんな。うん、これなら間違いないか。ぜひ一本くれ。いや、二本。俺にも。これで命が買えるなら安いもんさ。本当にありがとうございました。おかげで店を続けていけそうです。それで、どうして私が武器に込めた思いが分かったんですか？使い手が無事に帰って来られるように、それは私の鍛冶の信念です。は
話したわけでもないのに、なぜ？武器を見ればわかるわ。なんとなく、ね。あなたの作った武器、刀身は薄いけど、決して折れないよう配慮されてた。だから、この刀は切るためじゃなく、生き残るための刀だって感じたの。なるほど。そういうことでしたか。以前の私なら気づかなかったかも。でも、今ならわかる。きっと、これも旅の成果ね。たくさんの職人と出会い、数々の思いに触れてきたから。ロジーナ、なんだか一回り大きくなったみたいだね。ええ、あなたのおかげよ、王子。この旅でたくさんのものをもらったわ。もう以前の私じゃない。今正常で土を握れば、きっと何倍も心がこもった武器が作れると思うわ。正常でって、じゃあロジーナ。旅はここまで。帰りましょう、王子。姉さんとルジーナの待つ私たちの城へ。なあ、きっと二人とも大喜びするよ。よし、すぐに立とう。あ、あれは火の温度を操る能力。それじゃ、あの少女はまさか。失礼。少しよろしいでしょうか。え、私に何か。私はこの町の火事ギルドを取り仕切っている者です。先ほどの大通りでの火事拝見しました。その件で少々お話が。あ、もしかしてギルドの許可が必要だったのかしら。だとしたらごめんなさい。あれには事情が。ああ、ご心配なさらず。別にギルドの許可はいりませんよ。そうなのね。安心したわ。よかったね、ロジーナ。それで、話っていうのは。大通りで火事を行った時の火。焚き火とは思えないほどの火力でした。あれは普通の火ではありませんね。もしや何かの能力なのでは。え、この人私の力のことを知ってる？どうして？ああ、すみません。怪しませてしまいましたね。実は私がまだ見習いだった頃、同じ能力を持つ鍛冶師に大変お世話になりまして、リッジさんという私が知る最高の鍛冶師に。え、リッジさんって父さん？父さんの知り合い？だから私の力のことを。やはりあなたはリッジさんのご息女でしたか。大恩あるリッジさんのご息女に会えて本当に感激しています。リッジさんが病に倒れたと風の噂で聞いたときは愕然としました。もう二度と会えないのか。あの素晴らしい火事の技も見られないのかと。ですが救われました。あなたの火事はまさしくリッジさんの火事。リッジさんの素晴らしい技術はあなたに受け継がれていました。ありがとう。そう言ってもらえて本当に光栄だわ。それでここからが話の本題なのですが、あなたをリッジさんの後継者と見込んで
ぜひお願いが。この町に工房を構えませんか。その手腕で鍛冶ギルドを支えてほしいのです。あなたならきっとできる。そしてギルド員の信頼を得られたならば、あるいは大きな職もお任せすることも。大きな職？ええ、例えば職人頭、さらにはいつかギルド長という可能性も。ギルド長？私が？ええ、あなたはそこまで担える器であると思っています。先ほどの一幕拝見していました。確かに高品質の武器が評価されないのは嘆かわしいこと。あなたは私と同じ器具を抱き、良い武器の素晴らしさを人々に広めてくれました。加えてリッジさん譲りの技術、まさにギルドを背負っていくのにふさわしい存在ですよ。でもどうしよう王子。ロジーナ、俺のことなら気にしなくていいよ。え、王子。確かにロジーナを失うとしたら辛い。君は俺たちの大切な仲間だ。でもロジーナは一回り大きく成長するため旅に出たんだろ。この旅でいろいろなものを見て聞いて体験して、きっと新しい何かを見つけたんじゃないか。新しい何か。もしそれがこの町でギルド長を目指すことなら、俺は喜んで受け入れるよ。だから俺たちのことは気にせず、ロジーナが自由に考えてほしい。ロジーナがこの先どんな鍛冶師になりたいのか。私がなりたい鍛冶師。確かに私は鍛冶師として一回り大きくなるため、いろんな経験がしたかった。それで各地の素晴らしい職人たちと出会って。見えないところにも手を抜かない。それが当店のこだわりですので。採掘は俺の全てだからな。俺の力を一番活かせる天職よ。使い手が無事に帰って来られるように、それは私の鍛冶の信念です。みんな仕事に誇りやこだわりを持っていた。それじゃあ私は、私の誇りやこだわりは、私が一番大切なもの、これからも大切にしたいもの、それは。武器は大切よ。命を守るものだから。あ、ギルド長さん、私決めたわ。おお、それでは。ごめんなさい、私はこの町に残ることはできない。私は正常に帰る。そして王子のために武器を作り続けるわ。ロジーナ、いいのかい？それがロジーナが出した答えなら俺は嬉しいけど。ええ、私この旅でいろんな経験をして一回り大きくなれたわ。福屋の精緻な仕事に触れ、鉱石の採掘を学んで、そして高い技術を持つ鍛冶師が武器に込めた優しい思いを知った。そうして私がこの先目指すものを考えた時、思い出したの。思い出した？思いついたじゃなくて？そう、私が目指すのは今も昔も変わらない王子。あなたと出会って
力を貸すと決めた時から、私が武器を撃つのは、平和のため。王子の戦いを支えて、平和の礎を作るためよ。その大事な仕事を中途半端で放り出すなんて、私にはできないわ。ロジーナ、そうか、それが君の。そういうことなら、ありがとう。これからも頼りにさせてもらうよ。なるほど。今はまだ大口の依頼を受けている最中でしたか。ではその仕事が終わりましたら、ぜひこの町へ。お待ちしていますよ。そうね、考えておくわ。この国が平和になった暁にね。さて帰りましょうか。姉さんとルジーナの待つ私たちの工房に。姉さん、ルジーナ、ただいま。ロジネ、帰ってきたんだね。ロジネ、聞いて聞いて、レジネート二人で頑張ってる間にね、いろいろできるようになったんだから。ちょっとルジーナ、分かったから離れて、苦しいわ。お帰りなさい、ロジーナさん。旅はどうでしたか？あ、姉さん、お願い、ルジーナを。お断りします。ね、姉さんまで？だって久しぶりにロジーナさんに会えたんですもの。ねえねえ、ロジネ、旅はどうだった？お土産話いっぱいしてして。ええ、もちろん一晩中でも話してあげるわ。この暖かさ、帰ってきたのね、私、自分の家に。そう、学んだことはすべて新しい日になるの。私たち三人の工房の。ロジーネ、起きて起きて、もう朝なんだからね。ロジネ、二度寝は禁止。まったくもう、だらしないところは相変わらずなんだから。でもよかったです。またこうして三人で暮らせる日々が戻ってきたってことですから。あとちょっとだけ。